けください。はい、来る。出るやん。マジか。どこ？エンペラーミュート。エンペラーミュート。ごめんごめん。あら？さっきオフィスにいなかった。もしもし？はいはい。聞こえるよ。いやこれね、俺が思うに結構終盤に死んでると思うんやけど。うん。そうだよね。俺もそう思うわ。うん。うん。まあ俺が通信室とウェポンループをこう行ったり来たりしてるときに、うん、ゴッドとすれ違って。うん、で最後オフィスに入ってきてパソコンの前来たところで通報されたから、うん、誰が通報したんや、うん、エンペラー俺エンペラー通報な、そうそうそう、やから、まあ、その間やから相当短い、うん、その時にオフィスおったんってソランおったよな、後ろおったし、おった、うん、バロもおったけど、おったけど俺多分10秒ぐらい前まで生きてるでコットってマジで、あ、通報される、俺も一瞬だけそのバイタル見たけど、その時まだ行ってて、うん、ああでもそうそう、俺もバイタル確認してたわ、うん、全然エンペラーボタンやったん、なんでボタン、エンペラーどうやって通報した、うん、俺あの見つけて通報した、いや場所言えよ、どこで、場所どこやね、左下、いやだって聞かれへんかったから、左下左下ってボイラー、ウェポンルーム、ボイラー室、多分ボイラーかな、あーボイラーより、今まで見とったやつで、あの、うん、ボイラーに多分ボイラーかな、左下の方、ボイラーの中、中へ、中入ってしまうところ、まあ相当な距離やから、うん、俺らやとちょっと間に合わなそうな距離ではある、ちょうど、うん、あのなるちょっと前に、うん、あのアドベン見とってボイラーに着いたのは見たね、うん、で上がった時にちょうどバロンかな、うん、いやあったから、まあ他二人は知らんな。ソランと箱の直近は、俺は。あ、それはもう。まあ、俺はちょっと自演も疑ってるけど。俺は自演やと思うけどね。まあ、なんか。割とあるんですよ。怪しい。だいぶ最近まで、最近まで生きとった気はするね。ゴッド。え？ゴッドだいぶ最近まで生きとった気がする。いや、マジで。そうそうそう。ちょっと見るとね。そうやな、バイタル的にも。うん、エンペラーが割と怪しそうな感じですかね、今のところは。
コトソラン。いや、全員いるんじゃねこれ。死んでないんじゃん。もうエンペラーっていい。まあ、まあ、一応理由は。え、なんかもう俺ってか一番最初の夜って言ったらあれやけど、一番最初のフェーズもそうやったけど、なんかエンペラーめっちゃ追いかけてくんねんけど、さっきも研究室、重いんですけど、標本室からぐるって回って研究室行って、で、あの保管庫のとこ行ってたらエンペラーとすれ違って、すれ違った瞬間にエンペラーがものすごい距離で追いかけてきて、誰か助けてっつってオフィスに逃げ込んだらキングダムがおって、なんかそこでなんか急に追いかけてこうへんなってんな。あーちょっとキモいですね。なんていやらしいかと疑われるように近づいていったのに。キモいですね。一人だったら疑われんねやから。いやいや、だってさ、周りが敵やと思ったらそら寄っていかれへんよな、一人のやつには。怖いよなそれは。いやいや、今までのプレイで絶対寄っていっとったやろ。俺を殺すためだけのゲームやんそれ。まあ、いやまあ別に疑わしきはつっていってもいいわけやし、最悪な。そう、どうせインポスター一人やから結構こっち側としては攻めれるかな、順番につってもまあいいかと思う。まあ、ぶっちゃけそうなってしまうよな。うん、弱い、弱いな、弱いな。タスクやれへん、タスク。どうせやったら。ああ、タスクな。何それ。もう半分以上は、な、そう、2箇所ないよな、俺。俺や、あと1箇所かな。全然1箇所。俺何箇所やったかな。俺スキップすんで。いいよ。まあ、俺もスキップするよ、一応。俺は、俺は入れるかな。なんてやつよ。いやー、もうあかんわ。2勝って言ってる。うわぁ。うわぁ。やっちまった。あとは右上だけなんで、ちょっと確認しつつ。あ、そっか、見れないんか。誰かに任せよう。箱が死んでる。死んでる。どうしようかな。死んでんじゃん。死んでるな。いや、俺、バイタルで見てんけどさ、死んでて、緊急会議しようとしたら、通信妨害やってて。うん、ああ、はいはいはい、そうそう。俺タスクはとりあえず終わったわ。俺も終わった。俺は俺もほんとちょっと右上一箇所だけ、研究室一箇所だけ。じゃあまだ死んだ組がまだ終わってないのかな。そうやな。そうかも。今回ちょっとまあ死んでるの分かっとったけど、うん、押すか迷ったけど、まあ、うん、押した方がいいかなと思って押したわ。うんうんうん。会議。まさか押したら怪しいな。怪しいな。怪しいな、なんか死体の場所が。消えたんじゃないかこれ。こんな、ああ、まあ確かに消えるよな。ボロになってしまったんじゃないか。うん。まあそれでもいいよ。強い。キングダムについていこうか。そうやな。え、エンペラ終わってないんじゃねえの？何が？タスク？うん。うん、ああ、俺はやれよ。俺はやれよ。そうか。やれやれ。自分のことだけ考えて思うて。わかりました。
あ、俺か。みんな冷たい。だいぶ疑われ、だいぶ疑われればいいんだろ。だいぶ疑われてるし。まあね。ついていっとけばいいかなと。どこ行った？こいつは何してんねん。まあインポスターの動き方をしてますか。お前か。俺や、ミイラ取りがミイラになったわけや。おい、エンペラー。どう喋れよ、エンペラー。なんか言えよな。エンペラー。やられたわ。そう、スパリプレイ多すぎるわ。なぜ科学者の俺を最初に殺したんだ。え、まあ、罪やな、そこは。匂いしたんじゃない？あ、科学者の。薬品くせえな。薬品くせえ。プレステのコントローラー、まるまず逆じゃねえか、お前。ほんま、ふざけんなよ、ほんま。そうやな。もうお前、罰決定ぐらい常識やろ、お前。いやいや、もう俺その世界もういい加減、ローカライズされてない、ね、僕は。盗まれたっても妨害で、クソゲだなと。しかも、間違えてお前、通報してますし、殺しちゃうと。もう、何やな、これ。誤報かよ。前と一緒やん。誤報なんや。殺すボタンどれかなと思って、押したら殺せたと思ったら、ブーンって押し出すから、あっちに飛んだと思って。自分の死体見てすぐになったからびっくりしたわ、あれは。まあ、もう嫌やわ、ほんま。こいつテクニカルプレイヤーなと思ったら、さすがにすぐ追い詰められてたの。ああ、それはもう怪しすぎるからな。ていうかさ、まあ最後ではないけど、俺殺したラウンドでさ、うん、なんか左上の電気室あたりにキングダムが入って行ってたと思うね。で、行ってないかな。行ってないか、誰が行ったから、誰か行ってたと思って、エンペラがそれを追いかける形に見えたから、バロンかな、バロンなのか。で、トラーとエンペラーがこう勢いよく電気室から出ていて、こう扉が閉まってさ、この中には死体があると思って、で、俺は下から、まあ、外の扉開ければよかったけど、まあ、下から回って行こうとしたら、なんか、急にエンペラーが後ろ追って殺されてさ、あ、こいつ殺しなかったんかよって思って、そう見事に釣られてんけど、何も考えないと。俺のもたつきプレイが結果的に構想上は。やっべ、殺されてる。あ、バカな、釣られたと思って、そのまま、格好悪いんだけど。大体もう、目についた時点で殺してたから、あんま考えてなかった。あ、やらなきゃ。こいつこう見えて作詞って。うわぁ、こうそうしたな。釣りぐらいラストにしようか。そうやね。だろう。あ、まあ、まあ、そう、うん。まあ、インポスターもやったし、科学者ぐらい回ってきたらまた楽しいんかな。やりたかったな、科学者。やったらいいじゃないか。やろうと思ったら、バイタル直接消えたら、そうそうそう。自分のバイタルが真っ先に消えたから。悔しかった。あ気づいたら見下ろしたんやろ、自分のこと。あれ俺のだけついてない。バイタル、そう、バイタル開いて気づくねんな。あれじゃあ自分俯瞰してるみたいな。びっくりやったわ。てか俺、毎回ボイラー室あたりで殺されてる気がするわ。いかんとこも。ボイラー室ね。ああ、殺される。あ、OK。いける？あ、いけるいける。じゃあ始めます。えよ、はい、えよ。